おい兄ちゃん、19号線と60号線の交差点はな、車がたくさん止まってるから下手な運転すると怪我するぜ、気をつけよ。おやつさん、あれが国道の恐ろしさ、国道の恐ろしさ、国道の恐ろしさ教えてもらえしなんだ。前は今国道の恐ろしさ教えてもらえしなんだ。あそこはめっちゃ混むから気をつけよ。そんな恐ろしさじゃないか。可愛がってやれ。ああ可愛がってやれ。ほらなんだー、違います。お前が可愛がったらええなんでこんな恥ずかしいことするの。そういう可愛がり方やのって。ちょっとあのあれでしょ、痛めつけてやる、痛めつける。フライパン持ってこい。フライパン持ってきて痛めてどないしまんの。今日はつかみ OK。 何を面白くなる飲んできたかい。動くのがこんなやつ飲んでどないしまんの。面白くなる飲んだら面白くなるかな思って面白くなる飲みたい。そうだよ、しがめ焼き入れたら焼き焼き、そう焼きってお前焼きも難しい。これはお前よく滑るやで、お前今のはよく滑るやで、お前ほんとに滑ってもやけど面白なんてもいいよ。えばきありまへんねん。おい兄ちゃん、わしがお肉まの大五郎や。そうか。おう、お前は話つけるっちゅうかい。話は話つけたろ。わしの女子に手つけたんやで、えらいことになるで。ああ、ええらいことか。えらいことちゃう。当たり前も何を笑うとんねん。ああえらいことちゃう、えらいことちゃう。どないしたらええんじゃ。ああ、なあ、相手は仇のこっちゃ。わしもごちゃごちゃ言わん。銭で格好つけようか。銭じゃい。姉か、おいじゃ、なんぼほど言うんじゃ。ほら、わしの女に手つけたんやさかいに150円ぐらいは。もうロートカントな。おいさん、まあ、川地くんなりから出てきた田舎ヤクザが150円で大金持ってるわけはないけどな。そうでな、おい、ほら元気やったの、刺身いろいろまたタコ出たもんやな。おう、どないする。ほら、とまのガキの身柄持ってるわい。なに、お前もっとおお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 おヒロワンかい。うわぁ、もっとおい、鉄、はい、これ150円以上あるな。これ200円はうまし、ね、兄ちゃん、ほんならこの余った金は、あれ、兄ちゃんどこ行った。あこれだ、後ろ兄ちゃん、そんな小さなお前、小さな小さな、お前、踏んづけたんちゃうか。踏んづけた前、おぉ、びっくりした。おい兄ちゃん、お前ちょっと俺多すぎるんちゃうの。200円以上あるぜ。えらい、あとはリシガリ取ってみ。リシガリ、おい、えらい青抜けとるやん。あかんか、あかん抜けとるよ。じゃあこれで一杯飲みに行こうか。飲み行こうよ。じゃあ飲ませてくれまんの。牛乳じゃ。あ、マジシートの間、話し合わせないこっち座り。なーにわしやな、帰ってこれと話つけないか。俺やねん、俺ですよ、それ。俺や、女子や、女子や、女子や。女の話したからとええやろ。なに、いいから座り。わしは忙しいんや。いいから座り。いやじゃ。いいから座り。いやじゃ。またんかい。なーに。お前、わしの足3回止めたら死ぬぞ。またんかい、また。今言うたばっかりやろ。4回まで見逃しろい。またんかい。あこら、わしは嫌じゃ言うとるが。言い方座り。なんじゃ。別に顎で物言うてないよ、おい。口が物言うとるじゃん、顎。誰が顎が物言うじゃん、顎か。見てみたよ。ええから座り。いいやじゃん。ええから座り。なるほど、それだよ、おい。ここ座ったら電源が落ちんねん。おい、ちょっとなんか怖いやつやから座ろう。はい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 、着席。はい、点取るよ。今日は下川くん。バットレ。はい。
おかみはこのシートの間借りてもよろしいのか。すまんな。大二郎、それからそっちゃの弟はん正二郎はんとか言うたな。今からわての話、耳で聞かずに話聞け。それ万全院長兵衛のセリフですけど。あ、それ言った。大二郎、久しぶりやの。お前と初めて会うたんはわしと妹と行商の旅しとった時や。お前も親から感